まあ、名産っていうものはほとんどありませんからね。やはりその意味ではかまぼこ、まあ、フグの日本一と言われた島ですから、まあ、それを利用してかまぼこでもできればこれ幸いなことだなとこう思ってやっとるわけですけれども、大体まあ目処をついたような製品として出せるかなというところまでは来たようでございます、はい。まあ、あとは、まあ、どんな最終的に製品になるかまだ試行錯誤の段階ですけれども、まあ、一つ頑張って、高島の名産として売り出せるようになるようにですね努力をしたいと思いますね。そういうことです、はい。